吉田さん、出番です。じゃあ行きましょう。これ持って前。ありがとうございました。これ、これ持ってきましょう。前。持ってください。持ってください。それ、それ、それ。牛も見なさいって。牛も、牛も。はい。よーし。短い時間というふうに言われました。残念ですが、短い時間でやりたいと思います。福島県双葉郡浪江町、原発から14キロ地点で僕たちは全地を追い出されてしまった。もう浪江町で二度と米なんか作らないだろう。子供たちなんか絶対帰ってきやしない。絶望の町です。さようなら浪江町、さようならするよみんな。悔しいけど、新しい人生の残りはよそのところで。そういうふうな、これはもう僕らの原発工場の運命だ。変えようがない。放射能に妥協して戻るか、あるいはさよならするか、そんな町になってしまった。僕たちは長い間小高浪江の原発反対運動を戦ってきた。白紙に戻した。でも隣の原発の放射能がめちゃくちゃに汚染している。牛飼い農家が置き去りにした菓子の写真だ。こんなのはそこら中にあった。どんな気持ちでみんなが避難したか。避難所でみんな泣いていた。もう二度と牛なんかしないだろう。もう二度と米なんか作らないだろう。でも僕の牧場には今もこんなに300を超える売れない牛が放射能まみれの草を食いながら、でも元気よく生きている生き物だ。今回の 3.11 で僕たちは、人間は生き物をどう扱ってきたかを実体験しました。津波の現場、助けに行かなかった。見捨てた。仕方がない。正しいです。国の殺処分、その方針に従って、みんな従った。間違ってない。そして僕たち、今の売れない牛を5年にわたって飼いながら、俺たちは間違ってない。国が殺せという牛たちを生かすことは、国に対する命をめぐる抗議抵抗、反政府、反政府です。間違いない。僕らの牧場はもう治外法権状態だ。国が手出しをできない。皆さん見てください。飼っている牛にこんな模様になっちゃったね。放射性物質まみれの放牧場の草食いながら、牛たちに突然変異が今広がっております。黒毛和牛の体に白い斑点模様が、そんな状態ですよ。20頭いるこういう牛が。他の農場にもまだ頑張っている農家さんが仲間8軒いる。そういうところのこういう模様が起きている。国は原発事故との因果関係を絶対認めない。子供たちの甲状腺の異変について彼らは認めない。そして今、原発の再稼働がまさに迫っている。この事故の後、僕たちは避難をしながら、沖縄の皆さんの長い苦しみについて理解できる、そんな気持ちになった。だから僕は沖縄に宣伝化できた。明日は青年会館、そして政協の方で2回にわたって僕の講演会を行います。来てください。つながりましょう。福島の苦しみ、沖縄の苦しみ、根っこはつながっている。深い広い僕たちの連帯の力で、国民の実力で、このどうしようもない安倍政権のどうしようもない政治を打ち壊して乗り越えていくしかないだろう、そう思います。その心、みんなで背負おう。みんなの人生問題、人生テーマとしてみんなで背負っていこう。死ぬまで戦おう。ありがとうございました。ありがとうございました。